皆さんこんにちは、のはるです。はい、見てわかる通り私は今キッチンに立ってるんですけど、ついに引っ越しを完了しまして快適なキッチンになっております。はい、今日は野原家の野菜が私の方の実家から届いておりますので、それを使って皆さんにちょっとレシピの紹介をしていきたいなと思ってます。お野菜がこんな感じで届いてます。嬉しい。春菊とピーマン、ナス、オクラ、モロヘイヤ、長ネギ、里芋ですね。初取りの里芋ちゃんとじゃがいもと、じゃじゃん、お米。お米は先日私もねインスタグラムの方で上げてるんですけど、稲刈りの方をやってきまして、その時のお米です。なので新米、嬉しい。お米はね、今一般販売はちょっとしてないんですけど、もしかしたら今年のお米数量限定で出せるかもしれません。3キロぐらいかな、3キロぐらいをちょっとお出しできるかもしれないので、またそれはインスタグラムの方でもしお出しできる場合はお知らせさせていただきます。はい、というわけで今日は、ここに書いてるアレンジ方法の中から、ちょっといくつか作ってみたいなと思います。そうだな、今日はね、今日の動画は里芋と春菊アレンジ方法を紹介していきたいと思います。ということで早速ね、エプロンつけてやっていきたいと思います。このエプロンもねすごい可愛いです。すごい言われたんですけど、これあれですよ、フランスだ。しかもこれ伸縮性がすごくあって使いやすいの、新居ということでエプロンも新調しました。はい、ではまずは春菊、この春菊を使って簡単レシピを作っていきたいと思います。あ、これね、ちょっと気にしないで、手元も取りたくて、ちょっとこれ以外なんか方法が思い浮かばなかった、ちょっとここにはい、じゃあこの春菊をまずよく洗います。春菊って生で多分食べる人あんまりいないかなと思うんですけど、野原家の春菊は生でいただいてもすっごい美味しいです。うん、いい香り。はい、春菊よく洗いました。そしたら食べやすい大きさにカットしていきます。ちょっとね、端っこの部分はカットして、ここね、で食べやすい大きさに細かくカットします。あ、もうカットしたらすっごいいい香り。まあ、春菊はね嫌いな人も結構多いよね。生で食べれる春菊ってなかなか珍しいと思うんですよ。なのでぜひね、春菊が好きな人はぜひ試していただきたいんですけど、本当にこうざく切りにしてごま油とポン酢と韓国海苔ね、であえていただきたいので、まあこんな感じでざく切りにしたらボウルの方に移して、はい、じゃあボウルにこんな感じで春菊を入れました。もういい香り。一応ちゃんと洗ってくださいね、こうやって使ってないんですけど。はい、そしてここにポン酢とごま油、それから韓国海苔ですね。これ知ってる、なんかねコストコでちょっと大きい袋で買ってきたんですけど、まあ韓国海苔何でもいいです。たまたまこれが今うちにあったのでこれ使うんですけど、これを、砕いて入れます。あえるだけです。もうね、量は適量、こんな感じ、お好みって感じ。まずごま油からそして味ぽん、はい、で韓国海苔2パック入れたいと思います。これをえい、油がすごいね。韓国海苔ってこの油すごいよね。これが美味しいんだけど。でこれをさらしで和えます。はい、じゃじゃん、できました。食べてみる。すごい美味しい。春菊って生で食べれるんだっていう発見があると思います。変な臭みとかがあるお野菜だとなかなかこの生で食べるっていうのは難しいんですけど、自画自賛みたいになっちゃうけど、本当にねうちの野菜はぜひ食べてみてほしいです。はい、一品目春菊を使ったアレンジレシピでした。簡単。じゃあ2品目は、里芋ですね。今回野原家でも初取りということで里芋があるので早速料理していきたいと思います。今回小さいコロコロしたやつをやっていきます。これはね、茹でて醤油と砂糖で食べる、それだけやっていきますね。はい、じゃあまずはお鍋にお湯を入れて沸騰させます。里芋はきれいに洗います。はい、じゃあ里芋をきれいに洗ってきました。お
湯が沸騰したら投入したいと思います。はい、というわけで里芋を今茹でてる最中にもう一品作っちゃおうと思います。私の大好きなねピーマンもあるので、このピーマンを使って無限ピーマンを作っていきたいと思います。このピーマンも生食おすすめです。これもね、農薬使ってないのでよく洗っていただいて細かく切って、シーチキンとかね、まあ、ささみとかでもいいのかな、とかでもいいと思うんですけど、とごま油と塩コショウと鶏ガラの素ですね、加えて無限ピーマン作っていきたいと思います。はい、洗って水分を取って、じゃあここから切っていきます。あのね、野原家のピーマン実は種も食べれるんですよ、実は。なので、まあ、少しぐらい種が入っててね、種食べちゃっても全然大丈夫なの。本当においしいんだ。はい、というわけでこんな感じでピーマンカットしたので、そこにシーチキン、これを入れてきます。これがね、夫の大好物なんですよ。はい、ここにごま油です。塩と胡椒で、最後にこんな感じで和えて、じゃじゃーん、これだけです。これで完成しました。もう時短だしね、切って和えるだけ。もうこれで2品できたので、あとはもう里芋が茹で上がったらお醤油と砂糖でいただくだけです。はい、というわけでなんと3品完成しました。無限ピーマンと春菊のナムル、そして茹でた里芋です。里芋は茹でただけ。本当はね、最初2品作ろうと思ったんですけど、パパッと簡単にできちゃって3品作れちゃったんで、3品皆さんにご紹介しました。まあ、お料理というか、もう本当にあえただけだったり、里芋に関しても本当茹でただけ。一回作っちゃえばすごい楽なので、まあ、野原家の野菜が新鮮なうちにね、届いてすぐにその日にパパッとこう作っちゃったりとかして楽しんでいただければなと思ってます。はい、こんな感じで久々に野原家の野菜の料理動画作ってみました。いかがでしたでしょうか。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。